ただいまご紹介に預かりましたネットワーク運用本部の内と申します。よろしくお願いします。まず開発背景について。夜間の呼び出しが本当にきついんです。私たちの部署ではソフトバンクの通信サービスを守る業務を行っています。24時間365日、お客様に影響が出ているかどうか、または、大量にアラームが出てないかどうかを常に監視しております。そうした中で、サービスに影響が出ている場合や対応ができない場合、私たちシステム担当を呼び出します。そういった意味で AI を活用してこの問題を解決できないかと考えるようになりました。では膨大なアラームが発生した時の対応内容についてご説明します。まずリモートからログインし、膨大なアラームを目視で確認します。その後原因を特定して対応手順を検索し対応を行う。これを、ほぼ毎日のように行っています。一つの設備で6000種類もあるんだね。対応手順書というのは、はい、6000種類もあるの。そうですね、6000種類ほど対応手順がありまして、その中で対応実施、その中で適切な対応を実施しなければならないです。次に開発プロセスについてご説明します。まずワトソンに学習させるための指標を定義しました。重要度と関連度を定義して対応の優先順位を決定する方法を考えました。重要度というのは対応がそもそも即時で必要であるかどうかを、関連度は直接的な原因をアラームメッセージが示しているかどうかを判断するものです。過去のアラームデータを元データとして重要度、関連度それぞれに学習データを生成してワトソンに学習させました。そして実際に動かしてみて判断が間違っていた場合にはチューニングにより学習データを再度生成しワトソンに学習させました。学習させているサイクルを回しております。では実際のシステム動作イメージをご覧ください。本来は一瞬で処理しますが、動画は噛み砕いて説明しています。まず監視システムが異常を検知するとアラームを表示します。このようにたくさんアラームが出ることがあります。次に監視システムが AI 連携システムへアラーム情報を受け渡します。 AI 連携システムから AI に対して優先順位の問い合わせを行います。返ってきた分析結果を AI 連携システムで加工処理します。すると膨大なアラームの中から最も優先すべき対応内容を表示してくれます。動画の例では表示されている濃度が原因で対応、すみません、大量のアラームが発生した事例となっております。テスト導入時の効果について、まず障害が発生しアラームを目視で確認、原因を特定して対応手順を検索するまで約23分ほどかかっておりましたが、ワトソンを導入することにより10分の1に短縮することができました。今後の構想として先ほどの優先度付けに基づいた対応手順の提示までをワトソンの R&R を使って実装する予定で、監視担当だけで対応を完結していただけるよう開発を続けていきたいと思っています。ここまでできたら呼び出しがなくなり、私たちも嬉しく思います。最後に AI の活用利点についてですか。私たちはお客様に影響が出ていると思うと冷静な判断ができなくなります。そこで AI を使うことにより常に冷静な判断をサポートしてもらえるなと感じました。また既存のシステムよりも、言葉の揺らぎを吸収してくれる AI を使うことにとても柔軟性が高いと感じました。以上でネットワーク運用における AI の活用事例でした。